ます。額縁や次男画房2代目店主長谷川です。今日、7月の、13日の木曜日、はい、今日気になりましたネットニュースチェックです。ですね、人員不足が原因で倒産している会社が最近増えているそうなんですよね。2013年以降で最高だそうです、ね。うちの父がね、入所してます介護施設でも、介護職員の人がね、少なくて、どなたか紹介してくださいよなんてね、施設長の人にね、言われたりしてるんですけども、ね、ああいうところとかね、やっぱり人がいないとどうしても回らないような仕事がいっぱいありますからね。なんかね、日本は不景気、景気な場所と非常に儲かってる会社と、ね、両極端ですよね。で、人員不足、人手不足ね、これからね、若年層もだんだん減ってね、高齢化社会になりますんでね、そういう面でも、日本が抱える問題ってこれからいろいろ出てきますでしょうね。もしかすると海外からね、労働力を入れたりとか、そういうことも、近々にね、考えなくてはいけないような時代が来るかもしれませんが、単一民族のね、日本だとどうなんですかね。ちょっとそういう難しいことは、この私のレベルでは分かりませんが、はい、ちょっと気になったネットニュースでした。はい、次男側の長谷川でした。今日も皆様のご来店、心よりお待ちしております。ありがとうございました。